よもやま話第186話、ひずもの開発、石原光晴さんのお話。ひずもの山を越えて、私の目的は木のある35丁部だけで、そこまで道をつけて下の製材所へ持っていくことですね。それでね、ヒノキをどんどん切ったわけですわ。そしたら時の林務部長さんが、せっかく道を作るんだからヒノキをそう切らずにここをもっといいようにしたいとおっしゃる。しかし製材所が山を越えて木を切るなと言われても困るというわけですわ。すると県はもう道を作ることをやめると、こう言うんですね。同時に須美さんの身にもなってみよう、今頃切るなんて思っていないじゃないか、というふうに両絡みですからしようないですわ。承知して、それからは毎月県から監督が見えたですわ。ところがその監督がね、10月にとうとうケツ割りました。あんな頑固な親父の監督は要せんということでね、部長さんも困られましてね、恩師の兄弟の佐藤弥太郎先生にお願いになったわけですわ。先生がおいでましてね、とにかく一年僕の顔に免じてヒノキは切るなって言うんでしょう。私も道つけてもらったんだし、一年待つことにしたんですわ。24年には切らしてくれるんだと思うた。ところが春を出てもそんな話はなかった。秋にどこを切るんですかって尋ねたら、君はだいたいヒノキを目の敵にするが、この山を全部見たのか、とこういう話ですね。そう言うといて先生は帰ってもうたですわ。道はまだついてもとらんし、弱ったなと思って、ヒノキのちょいっと向こうまで行ってみたら、ヒノキより大きい沢くるみが隣接してますのや。マッチの軸になる木ですね。それがざっと3000石あるんですね。3000石ありゃ1年あるんですわ。早速京都へ行って先生にそのことを申しました。それから3000石ありゃ1年は大丈夫なんです。君は本当にわからん男だね。僕は山全体を見と言ったんじゃないか。約束を果たしてから話を聞こうじゃないか。私はくそったれ目が、奥にそんな木があるかと思いました。それに大蛇や熊がおるっていうんでしょ。恐ろしいしアホらしいしね。が仕方がありません。西脇富蔵さんと一緒に奥へ行ったんですわ。赤目田にサワラボラっちゅうとこ行ったら、もうほとんど勾配ないんですよ。これはまた調べたら1万石あるんですよ。全部沢くるみです。それが今でも杉と一緒ですよ、値段が。それにあんた、出汁は金までススッと出るからね。その時にね、山で目つぶったら本当に佐藤先生に五根が刺しとったですよ。ヒノキの方は28年に干ばつせいですわ。急いで。ところが朝鮮戦争でバーッと10倍になってますわ。サワクルミは金までこの奥まで出してきて、車に積んで粗大で出したんですわ。この木は沢にあってまっすぐで軽いですね。出汁がいいんですわ。年に3000石いるというのは、この山はあんた借金でこうとるんですからね。借金払わんなら。はい。実はこれは小坂さんから175万で買いました。ところが凍結されて21年からは5万円しか持てなんだ時ですね。20万は凍結でよろしいと。
155万は現金でくれですわ。現金ないんじゃから道がついたら切って払えますということで銀行で出してもらったんですから、切らなきゃならんということもあったんですわ。それが幸いにヒノキの代わりにサークルミがあったっちゅうことですわ。25年の正月に先生のとこへ参りました。お上手に食事しようと思いますって言いましたら、食事か、食事は難しいぞ、金はあるか人はあるかちゅうことですね。それでもそれが元で3月おいで願ったら、先生はいい品種を植えなさい、妊婦を大事にして、ここは便利が悪いんだから通年雇用するようにしなさい、人が一番大事やよというお話でね、この二つがここの一番の柱になっておりますね。そこで県や国の苗圃へ行きましても、どこの種とも苗ともわからんのですね。とうとう解決がつかんままに5月が来てしまった。5月に先生がおいでまして、この山の入り口の川向かいに16年に小坂さんが植えられた杉があったわけですね。9年経っておりました。先生はそれを見て、あの木の枝を取って直刺ししてみんかとおっしゃったわけですね。その年は5箇所で5単ぐらいですか、それを刺してみたわけです。それが幸せにも全部ついたんです。その翌年また刺しました。その秋先生のとこへ参りましたら、君とこ今なんぼやっとる、仙町部の山に何年かかると思う、来年からは30丁部やれ、こうおっしゃる。ひどいですわ。それで県に頼みまして、板取りで枝を取るように手配しました。そのことを話しましたら、先生は嘲笑ってね、今年は失敗するやろ、こうおっしゃった。何をおっしゃるかと思って冴えたです。ところが9万本のうち今残っとるのは200本か300本でしょう。先生はそんなもんだよ、3年目ぐらいには調子に乗ってそうなるんだからとおっしゃった。それでふんどし締め直えて、失敗の原因をよう考えてかかりました。それからはもうそんな大きな失敗はないようになりました。ずっと学校の教科書通りのやり方でやっておりましたら、36年になりましてね、翌年枯れるようになってきたんですね。ところがね、10人ほどの中に1人病弱の人があってね、普通枝を5本ぐらい取って刺すのを2、3本残して刺し込んどるんですね。その人の分が大変な異変があったわけですわ。ですから38年からはそういうような方法を取りました。偶然の巧妙ですね。下枝が根になるっちゅうわけですね。また初めのやり方は活用樹の下に刺して、翌年に活用樹を切って取って、あと下刈りを5、6回したわけですね。こうすると上の木を取るとき下の木が傷むから、36年からは初めに活用樹を全部切って刺したわけですね。ですから下刈りが大変ですわ。150丁部ですからね。それで先生が下刈りを何とかせよとおっしゃって、省力っちゅうことは何パーセントか少なくすることだ、それではお前んとこでは間に合わん、何本の一かにせないかんで、小の字の名取れ、力を少のうすることがみんなを大事にすることではないかとおっしゃって、早うに活用樹の中へ刺したのやヒノキの中へ刺したのや先生が観察しながら新しい方法を作り出しておくれたんです。その方法というのはね、
43年からやっとりますが、広葉樹の中へ刺してそのまま置いとるんですがね、これですと下刈りも1回か2回で、しかも暑い目に合わずに木の下でするんですね。今までの5分の1ぐらいに省力したという大変にいい結果であったと、それと同時に自然の保全に大きく役立っとるんですね。それに大きくなった上の木を切る場合もそういう機会がありますから、全然下が傷まないようになっております。しかし刺した木はもちろん育ちは遅いですね。30年に広葉樹の中へ刺して、31年に広葉樹を取って、下刈りを6回したものと、そのまんま置いて6年経った時点で1回下刈りして、41年に機械で上を全部取ったものと比べると、前の方法のものは丈が 7.5 メートルで、後の方法のものは 2.5 メートルですから、5メートルの違いがある。それが7年経った今では違いが2メートル以下になっております。おそらく30年後になれば差はなくなるんではなかろうか。もし80年100年と経ったら、むしろ後者が良くなるんじゃなかろうか。というのはね、前のやり方だと30年の時点で林の中の微生物は死んでもとるわけですね。そしてここでは4000ミリも雨が降りますから、表土が重防するわけですね。ひどい場所では裸にすると約4センチ流防しますよ。ところが片一方は全然土の流防はないんだとすると、痩せがないでしょう。ミミズやな死にはしませんしね。もう一つ、通年雇用ということね。初めは薪を作りました、冬の仕事に。それも40年代になりましたら薪が売れんようになりました。その時に枝落ちをしたわけですね。枝落ちでしたら11月から3月まで雪の中でできるんですね。しかもそうすることによって良質材になるということね。枝打ちも初め漫然と雇ったんですね。それで吉野の人に来て教えてもらった。その人がね、私の試算表を見て、もっとそろばんの厳しい男だと思っとったが、こんないいやつを格に取るなんてバカの骨頂やという話ですね。それで今はまあ丸太にするようにして来年から切りますがね、途端に倍ですね、値段が。みんながかわいそうだからという先生の思いやりから、おのずと手が省け、自然保護につながり、通年雇用ということからやった枝落ちが良質材を生むということね。私は改めて佐藤先生のおっしゃった言葉を思い出しますね。石原君、儲けちゃいかんよ。儲かるようにならにゃ。